今日キネコ。じゃあキネコね。そう、まず古いタイプ。古いタイプ。こちらの、あの、お水入れるところ、ちょっとこう、私掃除しちゃったんだけど、これが、あの、綺麗なお水を入れるタンク。うん、で、これが S3。こっちが S5 なんだけど、少しあの、なんていうのかな、後ろになりました。うん、タンクなんですね。あ、水タンクだ。そう、水タンク。これ、ね、スリムになってるね。そう、スリムになって、これとこれが違うというのと、あとは、汚水タンク。汚水タンク。ここが、これ。うん、こっちが。汚水タンク。見えないし。うん。で、こういう風になってます。で、これ新しいタイプなんですけど、あ、古いタイプね。ごめん。うん、古いタイプは、重さが。で、こっちも。重さが。ちょっとこっちの方が軽い。軽い、うん。うん。あと音なんだけど。音。そう。そう。これちょっと足でこうやってやる。うん、自走式なんだよね。そう。で、新しい方の音、うん、ああ、でも音の続かないこっちの方が、うん、そう、で、キネコの便利なところは、うん、こうやって途中で何かやりたいときに、うん、こうやってやると勝手に立つの、うん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 、あ、これでも止まるんだっけ。え、やっててこういう風にすれば止まるんだっけ。だからこっちもそうなんだけど、それやってみて、てその止まるところ、うん、そうそう、こうやってやって、うん、こういう感じで、そうそう、それがキネコの、あの、使いやすい便利な一つ、私の中で使いやすい便利の理由の一つかな、これ使いやすいよね、うん、そこにちょい置きできるんだもんね。そう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 、はい、で、あの、ここの操作盤っていう、なんていうのかな、この表示板が上から見ると、こっちが前のタイプ S3 よりちょっと小さくなってますね、これが、うん、そう、表示板が小さくなってる、全体的にスリムになってる。そう、あとはこっちは喋るのに対してね、じゃあこうでしょ、見てて、違いは充電が開始しました、うん、こっちは早口になるから見てて、早口になるから、こっちは開始しました。ちょっと早口になる。あとはここ、このローラーの部分がこっちは長かったのに開始しました対して、こっちはちょっとこのスリムになってまして、うん、でこっちはほらやっぱりこの角を吸いにくいって言ってたんだけど、でも吸えるわけよ、全然これでも、うん、でもこっちは、S3 でも吸えるんだよね。 S3 でも吸えるんだけど、こっちこの端っこ角、うん、うん、がこう隅々まで、あ、行くようになってんだ、行くように、うん、あ、そういう構造が、そう、じゃ全部、全然こっちでも角吸えるからね、うん、そうそう、問題ないんだけど、で、付属品なんですが、 S3 はこの1、このスペアね、替え、うん、はい、と、あとこのフィルターの交換用のやつが、スペアか、スペアついてるのに対して、5はこれ、うん、とこれローラー、うん、あれこっちのローラーいいのかな、うん、うん、そうですよ。で、あとはこれまでは一緒ね、これまではこっちと一緒なんだけど、それに対して今度はこっち、うん、あの、いい、うん、これと、あとはこれ細いの、うん、これがセットでついてきてます。じゃあこれのそうはどうやって使うかっていうのはまた後ほど説明します。はい、ね、あ、そうだね、うん、とりあえずこんな感じで、付属品の紹介がこれですね、うん、はい、そう、 S5、うん、S5 スリムは、うん、これ、さっきの、あ、そう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 、そう、ここを、ここを、うん、見てて、
をってやると、うん、取れる。取れる。ここでスイッチ、うん、ここマックスモードとこ、うん、やってみて、ね、もう調節ができる、うん、これがね、今までの S3 と、ね、S5 の違いなんだけど、うん、そう、これがハンディの掃除機なのか、そう、ハンディクリーナーがついたっていう感じで、うん、これ何のやつかっていうと、呼吸の場合もやっぱりこの押すタイプ、ね、呼吸の場合もやっぱりこの押すタイプ、これのやつはこれをね、こうやって開けて、そうそう、ほら、こうやってね、ちょっと汚いから気をつけてください。クリーンするときは充電台に乗っけて押すの、うん、見えてるの、はい、見えない、うん、ここ押す、うん、この音聞いて、フラッシュドライヤーの清掃、うん、ここ切って、うん、それあれか、それは掃除するんだ、こうやって回ってる、お、なんか出てるよ、実はあ、これやばいんじゃない、ほら閉めないと、閉めた、なんか噴水でできるよ、手を閉めないからね、これは閉めてください、なんか閉めないとダメみたい、閉めない、閉めない、止めた方がいいかな、ここはあのセルフクリーニング機は開けちゃダメだよ、そうですね、早口でしょ、例えばこれだったらこうやって取って洗えるの、うん、ほら汚い、うん、これを取って洗える、そう、取って洗えるのがすごく綺麗だと思う、いいと思うね、まあ、衛生的ですね、そう、今あるやつは使っ、ね、できないじゃん、で、例えばこれも取り外しができる、まあ、一回洗浄で綺麗なんだろうけどね、そう、綺麗なんだけど、うん、例えばほらこれ濡れたままでカビ生えて気持ち悪いっていう人は、ああ干すことができる、うん、ね、干すのがいいよね、うん、干しといた方がいいから、うちはいい、ね、あと、あ、洗浄液入れるところをやろうか、あ、そうだね、ここの部分に洗浄液を入れるんだよね、うん、おっと、例えばじゃあこれで、じゃあ見とろうか、これ最初に、うん、ちょっと待って、ここあって、うん、でもあれだよね、これ、これここに60度以下の水ね、うん、60度以下ってことは温水で洗うから汚れが落ちる、うん、ああ40度とかでできるんだもんね、そう60度までいけるから、うん、これもすごいことだよね、そうこれもすごいと思う、うん、でこれをで、うん、そうこれで除菌脱臭脱臭ができるんだよね、うん、うん、そこから押し合わせてかけ、うん、あ、そこから押し合わせてかけ、うん、
疲れるよ。もうちょっとさ、じゃあ。いや、ゆっくり。今度一発して、後ろ見てて。